はいどうもメダカッキーです。皆さん明けましておめでとうございます。はい、9年中は大変ですね。お世話になりました。今年もですね、はい、頑張っていこうかなと、楽しくやっていこうかなと思っております。無事ですね、無事、はい、年を越すこともできまして、まあ元旦の初日の出ライブもね行えました。はい、ハマチベースさんとですね一緒にやれました。はい、という話をですね12月31日の朝6時から喋ってます。はい、うまくいったんじゃないのかなという体で話していこうかなと思ってます。これ今何やってるかって言うと、これビーフシチュー作ってるんですよね。で、今マッシュルームどうやって切るんだっけみたいにね悩みましたけど、はい、ねえ、今年はですね、まあちょこちょこ言ってますけど、メダカだけじゃなくていろんな生き物っていうかですね、まあ、植物なんかの育てる、はい、のも挑戦しようかなと思ってます。あとね、池ゲットしたんで池の回収なんかもね、動画もやっていこうかなと思ってますよ。ねえ、皆さんどうですか？新年の抱負決めました？書き初めしました？今年の新年の抱負、皆さん何にしました？僕はですね、去年達成できなかった新年の抱負だったんで、今年はね達成しようと思って、もう一回これにしようかなみたいな。はい、僕の今年の抱負は妻を怒らせない。あ、これ絶対無理だろみたいなね、もう妻を怒らせないですよ。はい、まあこれが今年の目標っていうか、もうずっとね一生の目標なんじゃないのかなみたいな感じでね、もう昨年のね12月もね、あのでっかいプラモが送ってこられたことによって、また妻の機嫌がカチンとカチンという音が聞こえましたよもうね怒らせてばっかりでね、もうあんまりこう痛みばっかり与えてるから、多分痛みに強くなったんじゃないのかなみたいなね、慣れたんじゃないのかなみたいなね感じですよ。このジャガイモあれなんすよ、なんかこうすごく赤いじゃないですか。これ赤いやつ2つなんすけど、種類が違うらしくて、なんかデストロイヤーとか言うんですかね、これね、なんかね同じ色なんすけど品種が違うらしいんすよね。でこの時皮むいてる時何を思ったかっていうと、同じ色なのに品種違うんだと思って、わあなんかメダカみたいじゃんみたいなねと思いながらね、これ剥いてるんすよ。ただですね、メダカと違ってこのジャガイモはですね、剥いたら中身の色違うわけですよ。今剥いてるやつね、色違うでしょ。はい、だからねこれね中身違うんで、やっぱり違う品種なんだなといった感じですね。ほら色全然違うでしょ、違う品種なんすよ。で味っていうかね、食感も違いましたね。はい、何が言いたいかっていうと、メダカもそうなんでしょみたいな話ですよ。見た目同じだけど中身が違うから名前が違うんでしょと、ねえ偉い方っていう感じですよもうね、中身が同じだったら名前も同じでいいじゃんみたいなね話なんだけど、はい、このジャガイモさんと一緒のようにですね、メダカさんも見た目は同じでも中身が違うから違う名前をつけてるんだよねと、はい、じゃなかったらね赤いメダカが2
2品種いるとするじゃないですか。皇帝と楊貴妃が隣同士にいましたと。すっごい楊貴妃赤いですと。もう見た目皇帝じゃん、これ皇帝でよくないみたいな。でも中身が違うから皇帝とか楊貴妃とか言ってるんでしょと。はい、よくね質問されるんですよ。見た目同じだけど何が違うんですかと。まあばらけ方が変わってくるので、正確にはね、はい、やっぱり違う品種なんだろうなといったね感じですよ。まあこの辺の話をね深掘りする、はい、ネタがですねありまして、明日の動画に出すかな、その次に出すかなと思うんですけど、しばらく前にねメダカドリーマー探してますよっていう話を言ってたかと思うんですけど、結局ねメダカドリーマー見つからないんすよ。なんで見つからないのかもうよくわからない。もう逃げられてるんですかねかまあ僕のことを、まあ、まだ知ってもらえてないのかわかんないですけど、メダカドリーマーいないんすよ。確かにね、あのキュープレのイベントに来られてたんすけど、その後がわからないので、まあメダカドリーマーさんは引き続き、まあ、探そうと思ってます。もうなんならね捏造してねメダカドリーマーをもう作ってしまおうかなみたいなね、はい、この前のあのケンタッキーの再現の時にね出てたねノリピーをメダカドリーマーに仕立て上げようかなとかいろいろ思ったんですけどまあそれはいけないなと思ってね、はい、まあメダカドリーマーは見つからないんですけど、新たな、はい、人材をですね発掘してまいりました。発掘してまいりましたっていうかね、まあたまたまお話しする機会があったんですけど、まあ現在高校生なんすよ。高校生の生物部なんすよ。はい。まあ僕は彼のことを生物部と言ってるんですけど、まあそのままですけどね。生物部くんがですね、まあなかなかメダカ1年目らしいんですけど、まあ生物部らしい質問をガシガシしてくるんすよ。そんな僕に聞かなくてメダカの偉い人に聞いてくれと思うんすけど、まあ、僕なりの答えで、はい、答えるんですけど、この子がねなかなかねいいキャラクターでね、僕ぐらい喋ると思いますよなんですけど動画に出てくれって今頼み込んでるんですけど、いやもう学生の本分は学業なんで僕は YouTube なんか出ませんとかいうねもっともらしいことを言って避けるわけですよ僕をそんだけ喋れるんだったらライブがなんかにね出てくれって言うんすけど、いややっぱりこうね面と向かって喋るのは恥ずかしくないらしいんですけど、もうその他大勢に話してる、まあ、動画撮ってる時一人なんでそんなにね恥ずかしくないんですけど、まあそれをねまあ全国、まあ、全世界に配信してるわけなんで、僕は基本ですね、こう皆さんと話してる感じでねこう動画投稿してるのはそんな恥ずかしいなとか、なんかそんなことを考えながら配信してたら多分できないんですよね。僕はね基本そんな恥ずかしくないなと思ってねやってるんですけど、まあでもうちの妻とかがこう「はいどうもメダカッキーです」とか動画見てたら恥ずかしいなと思いますけどね。あとうちの息子がこう真似したりしてるのはすごく嫌ですね。そんなパパの真似はしなくていいよとかね思いますね。なんか今の子供さんはあれですね、 YouTuber の真似したりしてねなんかはいなんとかってやってる子たちがいますね。ああすごい世の中だなと思いながらね見てましたけど、はい、今回はね新たなね人材生物部を登用したつもりでいます、はい、多分生物部今聞いてると思うんで、はい、年明け早々に君の話をするからと言ってますからね、これから楽しみっすよ。まあ動画には出てくれないと思うんですけど、まあ高校生の
まあ、メダカ1年目の、しかも、まあ、生物部なんで、生き物に詳しい、生き物が好きな彼の質問的なものの動画を作ると思います。かなりね、ネタ提供みたいな感じをしてくれると思いますね。いろんな質問をしてくれるので、非常にね、こっちもね、勉強になります。はい。勉強熱心だね。ここでね。いや、楽しいんすよ。すごい赤いよね、このジャガイモ。見た感じなんか赤株みたいっすもんね。はあ、まあ、一向にビーフシチューができないっすね。本当はですね、アライグマでシチューを作る予定だったんですけど、知り合いの漁師さんっていうか、まあ猟友会の方にですね、罠にアライグマかアナグマが入ったらこういただける話が年末来てたんすよ。狙って取ってるわけじゃないから入らないと思うよみたいな、入ったらあげるよみたいな感じでね、はい、まあ解体は自分でしてねという話で、手伝ってくださいよとは言いましたけどね、暇やったら手伝ってやるみたいに言われましたけど、知り合いの知り合いの知り合いぐらいなんで結局ね取れなかったんすよね。猫ばっかり取れてましたけどねアナグマかね、アライグマが取れたらね、アナグマシチュー、アライグマシチューにする予定だったんすけど、まあ結局普通に、はい、スーパーでね買ってきました、牛すじ肉。はい、皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではメダカキでした。バイバイ。